い、早速まずは石川県の方にやってきました。石川県のここは能美市で、今回はその九谷焼の体験ができるということで、こちらの鳩舎さんにやってきました。ちょっとじゃあ早速行ってみたいと思います。今回お邪魔した早急釜鳩舎は沢田さん夫婦が営む九谷焼の工房、奥さんの千恵さんに絵付けを教わります。よろしくお願いします。すごい今もう絶賛描いてらっしゃる感じなんですけど、これは絵付けですか？絵付けです。もう全部手書きでやってらっしゃるんですかね？そうですね、こんな感じで描いてきます。すごっ、はいや書かなきゃいけないんで、はいや、確かにこれ全部それやらなきゃいけないんですよね。そうなんです。すげえ。こんな感じ、これは完全に焼いたやつ。これは焼いてある。こんなくっきり綺麗に出るんですね。すごい、マジでめっちゃ難しい。だってこんな細かいやつとかねえ、一個一個手作業で描いてるって思ったらめちゃくちゃ大変だな。それもそのはず、実は千恵さん高度の技術技法を保持する伝統工芸士にも認定されているんです。金箔じゃなくて、え、これ描いたんですか？塗ったんです。塗ったのに見えないぐらい綺麗に均等にやっつけてあるんで、履くよりも強いから使いやすいですよ。食洗機とかも入れられるぐらい、上面にくっついてるんで。今日はなんか体験をさせていただけるみたいなので、はい、よろしくお願いします。輪島塗り以来ですね。そうですね、こういう感じのやつは。金ピカの粉がある。今年3月、石川県の伝統産業輪島塗りの工房へ。そこで金の粉で装飾する蒔絵を体験した時は、え、ちょっと天才じゃない？てれー、つぼみを青と緑にして花びらを赤とシルバーでピンクっぽくしました。初めての体験でセンスを見せた中井梨花ちゃん。今回の九谷焼では果たして、この辺とかこの辺とか、え、どうしようかな。浅い目のお皿はありますか？こっちですか？はい、こんなんでもいいですか？あ、全然、はい、これに変えてみます。はい、いいですか？はい、どうぞ。すごい。こちらの絵付け体験はまず鉛筆で器に下書き、その上から特殊なクレヨンで色をつけていきます。あの鉛筆は焼くと消えちゃうんで。あ、なるほど。あんまり濃く描くと取れないですか？あ、大丈夫です。あの一回1200度の釜入れちゃうんで、はい、全部燃えてなくなります。九谷焼ってどういうのを九谷焼って言うんですか？九谷焼は一応この五彩っていうのも基本になってて、こういう感じで、こう、で、この赤と青と、あとこれが紺状と黄色と紫が五彩って言って、この一応絵付けしてあるのが九谷焼で、ちょっとこのクレヨンは特別な絵の具で珍しいんですけど、黄色なんです。かわいい。こんな感じです。なんかいけそうだな。いけそう。なんか上絵もいけそうじゃないですか？いや、上絵はどうだろう。上絵だって下書きできないですよね。上絵は墨で下書きできます。でも筆です、その代わり。そうですよね、うん、この上からなぞる感じです。なんか下書きいらなさそうな感じですね。そうですね。おお、チューリップ。これ縁取った方がいいですかね、お花。あ、なんか他の色で、はい、黒とかで。あ、全然それでも可愛いかもしれない。線が多分はっきり出る。水色のチューリップってある？
赤か。そう、赤がないんですね。そう、茶色っぽいって言われちゃうか。茶色っぽくなっちゃう。じゃあ、水色にしよう。水色、かわいいってことこの。おぉ、意外と可愛くできてる。すごい、下書きできるのマジありがたい。これだったら、いろんな人に体験してもらえる。小学生の子さんとか、保育園とかでもやったことあるんですね。うん、保育園の子たちも結構、クレヨンとか上手に描いてくれますよ。やっぱそうなの。うん、簡単でいいの。簡単で楽しいですよね。楽しい。塗り絵みたい。あ、なんか、お絵描きしてる感じで。うん。いい感じや。私ってわかるの見て。あ、そしたら、自分もこうやっていつも、はい、こうお茶碗の裏にこうやって名前入れるんで、ひっくり返してもらって。ひっくり返してもらって。で、その、なんかお名前。書いたサインは。おお。可愛くなった。いけそう。いい感じですね。可愛い。いい感じですよね。どうですか。はい。どうですか。このもう少しこうしたらいいな。焼き上がるとこの地の色が白くてもっと色バーって出てくるので、うん、そんなに描かなくても結構賑やかな感じにはなってると思うので。うん。早い。これを焼き上げる。しばらくかかります。はい。じゃあこれ焼いていただいてる間に、あ、なんかこっちも焼く。これ、はい、あの本当に、はい、この窯で一晩かけて、一晩感じの10時間ぐらいかかるんです。なるほど、わ、はい、かりました、はい、後日とかです。はい、後日でも大丈夫です。楽しみ、どうなるのか、はい、完成したのがこちらです。日本の県境散歩、石川福井編。初めて体験した九谷焼の絵付け、想像以上の出来栄えにご満悦。なんかマイクくらいやる。そうですね、はい、ちっちゃいのとか。でもそのカップと揃えたら可愛い気がする。その同じ柄で揃え作ったら可愛い。可愛い、絶対。そうしよう。小学生もやってらっしゃるってこと。負けられないですね、これは。だいたい。大体こんな感じ。バランス感覚だけはなんかすごいいいですね。やっぱ体験系は中井さん得意なんで。こなしますよね。もっと美術部2回しか行ってない。2回しか行ってないんだよ。でも奥様はもともと九谷焼きの、いや、あの出身奈良県なんですけど、はい、あの北谷学校を出て、へー、あるんです。北谷の学校があるんです。北谷焼きのどういったところに見せられたんですか。やっぱ5歳じゃないですかね。他にはないので。じゃあ最後にサインを。あ、そうだった。そうだった、忘れてた。じゃあこれも自己主張強めで。おい。いいね。はい、いけそう。じゃーん。はい、こちらもねセットで描かせていただきました。こちらの出来上がりがこちら。すいません。なんか我に返る時が一番恥ずかしい。はい、塗ってみます。色だけ。はい、ちょっと自信はないですけど。そのセンスを先生に認めてもらえたので急遽九谷焼の筆塗りに挑戦。ちっちゃいやつ、ちっちゃい小皿とか、あの間違えてもいいよ、さすがに。小皿なんですね。完成形がこれを作る。うわー、かわいい。
この独特の深みのある色を出すために特殊な絵の具を使います。ガラス管の上で吸って硬さを調節するんですよ。絶対むずいじゃん。さっぱりの絵の具ってちょっとこの子触ってもらってもいいですか。ブクブクじゃないですか。ブク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 盛り上がってるのが特徴なんで、なんか盛り上げないと色が出ないですよ。あ、そうなんだ。低い感じでこう見せていく感じ。うおー、これでちょっと雲のところに載せてみてもらいますよ、はい、上に載せていいってことですか。載せてください。うおー、むずなるべく伸ばさないような感じで。なるべく伸ばさない。そう、乗せて、乗せてって感じで。乗せて、ね、上手ですね。え、本当です。もう、なんか、でもすごい綺麗に、綺麗になって。この筆がいい。筆が楽しい、この。いいね。選ぶの結構楽しいですね。楽しいですよ。これでもはみ出し、はみ出大丈夫です。大丈夫かな。それも味になるんで。うん、本当ですか。綺麗ですね。褒められて伸びるタイプです。で、ドブッと。ドブッと。あ、そんな感じです。もう垂れるみたいなのを持っていく感じで。うわ、怖すぎる。斜めのところとかめっちゃむずいです。そう、ちょっと流れる感じしないですか。流れる、流れていってしまわれる。むずい。宇治抹塗りよりむずいかもしれない。本当ですか。なんか筆跡が色でそのまま残るんで、なるべくなんか絵の具が平らな感じに、平らな感じになるよ。絵の具はこれ何でできてるの。この色はベンガラですね。ベンガラって何。ベンガラってのは赤い鉱物みたいな感じ。これちょっと他のとこよりさ薄くない？色も焼くと変わるんで。ビフォアがこちらです。果たしてこれがこうなれるのか。